はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。太一ズレディオ、本日も始めていきたいと思います。本日もですね、体に関するトークを一つと、雑談っぽいね、趣味に関するトークを一つ、お届けできればなと思っております。皆さん体調崩されてないでしょうか？僕はね、前に出した動画の、頭痛になってしまったっていうところからはね、だいぶ、復活してきまして、通常通りね過ごせるようになってるんですが、まあいろいろとねバタバタをしておりまして、なかなかね動画ももうちょっとこう長い動画とかエクササイズの動画とか結構撮りたいなと思ってるものがあるんですけど、まあそこまで手が回らなかったりとかね、まあいろいろあるんですけれども、まあねちょっと時間を見て、できる時にやっていきたいなと思っております。それでは本日最初の話題に入っていきましょう。はい、本日はですね、子どものトレーニングについて少しお話ししていこうかなと思っております。子どもたちにトレーニングをね、提供するにあたって我々も結構ね、しっかり勉強しなければいけない部分ではあるんですけれども、まあ、子どもたちにねトレーニングをさせるっていうのも、筋力の、強化をするっていう面では、非常にね、大事なことではあります。ただ、このね筋トレっていう行為が、ちょっと不自然なね筋肉の発達とか筋肥大、筋肉が大きくなってしまっているっていうのがね、引き起こされるっていう心配をするご両親とかも、いるんですけれども、もちろんあの単関節運動って言ってね、一つの関節だけを動かすようなトレーニングとかを、高強度で、繰り返してしまうと、そういったね心配も出てくるんですが、筋肥大のね効果をなるべくちょっと避けるために、自体重、自分の体重を利用して、なるべく、多くの関節がいっぺんに動く運動をプログラムとして実は子ども向けには考えるんですね。なので、まあ、ジムとかでね、マシンでトレーニングするっていうよりも、もうそれこそスポーツをやらせるとか、あとはもうやったとしても、自体重でのスクワットとか、まあ、腕立て伏せとか、まあ、そういったところが中心になってくるかなと思います。もちろん、自体重でのトレーニングでもね、フォームに気をつけなきゃいけない部分があるんですけれども、まあ、そういった部分はね、しっかり、専門家に見ていただくとして、やっぱりね、子どもの時に大切なのっていうのは、筋肉を大きくするっていうことよりも、筋肉と神経をつなげるっていうところが、まあ、一番大事に実はなってくるんですね。その自分の持ってる筋肉をうまく使えるようにするっていうのが必要に大事になってくるんですよ。でそこで、いつもちょっとお話ししているように、マシンでね、力むトレーニングばっかりやってしまうと、どうしてもね奥の方にある筋肉っていうのが使えなくなってしまうので、ちょっとね、体の動きが不器用になっていってしまったりっていうこともあります。子供のうちからね、ぜひ、脱力をするのを、もう勝手に体がやるように、心がけていけるというか、勝手に体がやるように、もう本当に無意識レベルに持っていけると、かなり、運動神経にも関わってくるのかなというところですね。で、もう一つなんですけれども、そういうね、マシンでトレーニングするときの一つのね、懸念点がありまして、子どものね骨とか関節に望ましくない圧力っていうのがかかっちゃうんですね。で実際、子どもっていうのは、骨格とかね筋肉が少し未熟なわけですよね。そうすると、子どもたちっていうのはそういうトレーニングするとね、故障を起こしやすくなります。はい、なので、子どもたちっていうのはね、やっぱりそういうマシンで重いものを扱ってトレーニングするっていうよりも、まあ、スポーツやってる方なんかは実際そのスポーツを練習するとか、まあ、そのスポーツに動きに、合ったトレーニングをしていくと一番いいのかなという感じです。適切なトレーニングをすればね、もちろん筋力を上げることもできますし、骨密度なんかもね、上げることができるので、その辺はね、ちょっと間違えないように、子供の時からダンベルを持たせて、重いものを扱ってひたすらこう筋トレをするっていうのではなくて、まあ、いろんな動きに触れるっていうのが一番大切かなっていうところではありますので、お子さんをお持ちの方とかもね、ぜひぜひその辺をね、気遣ってあげるといいのかなというところでございます。
ご視聴いただいている中でね、もし、中学生、高校生の方とかもいらっしゃれば、まだ全然ね、遅くないと思いますので、ぜひね、いろんな動きに触れてみると、いいのかなと思いますので、ぜひそんな風にね、過ごしていただければと思います。はい、ここからはですね、完全な僕の趣味のお話をしていきたいなと思います。ですね、前の動画でもちょこっとお話をしたんですけれども、僕ですね、トランプとか、ウノとかっていうね、カードゲーム、実は家にね、あるんです。ああいうゲームって、やっぱり、もうこれちょっと体のことにもつながってきちゃうんですけど、指を使いながら、頭を動かしながら、まあ、遊ぶわけですよね。そういったゲームってすごくいいなと思ってて、で実際、まあ、今テレビゲームとかがね、流行ってきてしまって、まあ、画面を見ながら、まあ、コントローラーとかでね操作をしながらとか、あとスマホでのゲームとかも、最近ね流行ってきてはいるんですけれども、やっぱりなんかそういう手先を使いながら何かねこう遊ぶっていうのはすごくね、体の神経のことも考えるとすごくいいなって思いますね。あとはもちろん考えるっていうことは僕はね悪くないと思うんで、もちろんね今流行りのスマホのゲームも1日何時間もね、やりすぎてしまうとあまりね目に良くなかったりとかもちろんするんですけど、何かを考えるっていうことに関してはすごくいいのかなと思います。子供向けに例えば iPad とかを使ってねちょっとゲーム感覚で学べるようなアプリが出てたりとか、まあ、そういったところでも非常にね今こう電子機器が進んではいるんですけど、なんかやっぱりその物に触れるっていうのはやっぱりすごい大きい経験だなっていうのは個人的に感じてます。なので、まあ、トランプとかもそうですし、あとジェンガとかでもいいと思うんですよね。抜いて崩れないように抜いていくっていう積み木のゲームですよね。ああいうなんかそのなんだろう、実際のものを扱いながらゲームをやっていくっていうのはすごくね、体にとってはいいんじゃないかなと思いますね。うん、神経の伝達スピードを上げるっていうところとか、あとは感覚受容器っていうんですけれども、体のね、例えば熱いとか明るいとか、まあ、いろんなものを感じ取る機能っていうのが体にはあるんですけど、まあ、そういったところを活性化するっていう意味でも、非常にね何かを触りながらゲームをやるっていうのは、遊ぶっていうのはねすごくいいなと思いますので、ぜひぜひねトランプとか、まあ、そういうちょっと昔ながらの遊びっていうのを、手に取ってやってみるといいんじゃないでしょうか。暇つぶしにももちろんなりますし、なんかねやっぱり画面ばっかり見てると目が疲れちゃったりするので、たまにはねそんな遊びをするといいんじゃないかなと思いまして、今日はそんなお話をさせていただきました。家にないなっていう方はね100均とかでも今結構あるので、ぜひね手に取って遊んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日のラジオはねこの辺で締めていきたいと思います。本当にね寒くなってきております。日差しがあるところでは結構汗ばんだりとか、ちょっと動くと暑かったりとか、汗かいたり冷えたりの繰り返しにどうしてもなってくる時期になるので、脱ぎ着できるね格好にしてったりとか、体温調節しっかりできるように、心がけていきましょう。僕もね、風邪ひかないように日々注意していきますので、皆さん一緒にね、元気よく、この秋冬もね乗り切っていけるように、過ごしていきましょう。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。